はい、こんにちは。シェア畑四季菜園アドバイザーのゆなりです。今日は免疫アップ、風邪予防になる冬のお野菜たちを紹介していきたいと思います。それではまずおすすめするお野菜はほうれん草です。冬のほうれん草は春夏のほうれん草に比べて栄養価がとっても高いということで、ビタミン C は春夏のほうれん草に比べて冬のほうれん草の方が3倍あります。で、その他にもベータカロテンとかビタミン A なんかがとても豊富で、疲労回復に役立ったりとか、鉄分カルシウムなども含まれる、とにかくミネラル分もたくさん、冬のお野菜の中で私は一番栄養素が高いんじゃないかなと思っているおすすめのお野菜になります。お料理は代表的なものはこちら、5万円になると思います。うちの子供はね、このキッシュですね、ほうれん草、これすごくたくさん入ってるんですけど、ほうれん草がたっぷり入ったキッシュにするとたくさん食べてくれます。これ意外とお年を召した方も美味しいとパクパク食べてくださいます。続いては大根をご紹介したいと思います。大根は食べてもいいし飲んでもいいし、お風呂に入れることもできます。大根がなぜ風邪に良いかというと、消化促進を助けてくれる胃腸に良い成分が入っているのと、殺菌作用があります。喉の粘膜をね、守ってくれる成分が入っておりますので、大根の葉っぱをこういう風に刻んで干しておくんですね。干しておくとカリカリに乾燥しますの で、その乾燥したものをこういう出汁パックのような袋に入れて煮出します。で、そのエキスをお風呂に入れてもらうと体がポカポカして、お肌にもねとてもいいですし、湯冷めしないで温まれます。今日はこれ蜂蜜に大根つけてあるものなんですが、蜂蜜大根、咳が止まらない時とか喉がイガイガし始めた時に飲んでいただくと喉がね潤うのでとてもおすすめです。大さじ1杯ぐらいお湯で割っていきます。こうレモンを浮かべたりして、でこれで粘膜が守られて風邪の予防にもなりますので、ぜひ飲んでみてください。次は今1月の畑に植わっている根菜たちすべてです。まず人参ですね、ベータカロテンがとても豊富です。次に、レンコンです。すりおろすとネバネバになります。このネバネバのムチンが粘膜を強化してくれます。次はお隣の生姜ですね。生姜も皆さんご存知の通り、体をねポカポカと温めてくれます。熱がある時に取れば発汗作用で高熱を下げるのを早めてくれます。次ネギになります。これもさっき畑で取ってきました。ネギも体を温めて代謝を流してくれますので、熱が出てしまった時にネギ積極的に取っていただくと熱を下げるのを手伝ってくれるお野菜です。次はごぼうです。ごぼうはとにかくミネラルが豊富に含まれているお野菜で、お出汁がとっても美味しいです。で最後、先ほどご紹介した大根になります。で今回はこれらのお野菜を皮ごとすべて取り入れた、スープを紹介したいと思います。じゃーん。水に溶けて溶けやすいビタミン C とかミネラルとか、スープごと取ることで全て体に取り入れることができるので、とってもいいと思います。そう、ロマネスコを入れると彩りが良くなりますよ。こちらが根菜と生姜のポカポカスープです。で、このように具沢山の具を食べるようなね、感覚のスープ、汁がちょっと少なめで具をたくさん食べるようなスープになっています。今日は風邪対策におすすめのお野菜をご紹介しました。畑に来て体を動かして、でその時にぜひですね、土の香りを思いっきり吸い込んでください。自律神経をとても整えてくれますので、土の香りを吸い込んでこれらのお料理を召し上がっていただけたら、この冬皆さんが元気に過ごせると思います。ぜひお試しになってみてください。シェア畑四季菜園アドバイザーゆなりでした。いいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またねー。